シェルブルックは人口16万1323人、都市圏で21万2105人を抱えるケベック州エストリー地域の都市。英語読みのシャーブルックと表記されることも多い。ニューイングランドの影響が残るイースタンタウンシップス地方の拠点都市である。シェルブルック市庁舎イースタンタウンシップス地方では最大の都市でケベック州ではモントリオール、ケベックシティ、 ガティノーに次ぐ4番目の都市圏人口を誇る。ヨーロッパ人が入植する以前は、モホーク族が住んでいる地域であったが、1793年、アメリカの英国王党派がこの地に入植してきたことが、町の歴史の始まりである。そのため、英語の地名が随所に残っているものの、その後は、フランス系住民の入植が進みにで不都が圧倒的に優勢となっている。市内には、 普通語系のシェルブルック大学と英語系のビショップス。大学の2つの大学があり、およそ4万人の学生や1万千人の大学職員や研究者が住む学園研究都市でもある。また、世界で最も多くのホッケースティックを生産している都市でもある。市名は、英国の軍人のジョンコープシャーブルックが由来である。2002年1月、下記の都市を合併して、現在に至る。 現在、下記の6つの区域に分かれる。町は、サンフランソワ川とマゴク川の合流する位置し、周囲には、マゴグ湖やマサビッピ湖等の湖が点在する、風光明媚な光景を作り出している。標高333メートルのベルビュー山では一帯が、公園となっており、スキーリゾートにもなっている。2016年国勢調査による人口は16万1323人で、あり。 マンゴグ等の周辺を含めた都市圏人口は212,105人でカナダでは19番目の規模である。2016年の統計による住民の母語の割合はフランス語が88.4%と大半を占めるる一方、かつては英語圏だったが英語の割合は3.4%に過ぎない。英語系住民は主にレノックスビルに集まっており、レノックスビルでは英語も 普通語と並ぶ公用語として使われている。2016年国勢調査による人種別構成は、雨季の通りで、白人が9割弱と大半を占めているが、非白人が7.3%、先住民が3.9%となっている。シェルブルック都市圏の範囲ベルビュー山シェルブルックの中心街カナダ環境省による観測を行っている。シェルブルック空港の観測によると、1月の 平均気温は低、摂氏11.9度、7月の平均気温は摂氏18.2度である。観測史上最高気温は1931年7月1日、2日の摂氏36.7度、最低気温は2004年1月15日の低摂氏41.2度である。内陸にあるためセントローレンス川沿いに位置しているモントリオールに比べると、より寒冷となっており、 マイナス30度以下の日数は6.5日、マイナス20度以下の日数は34日に達する。また、年間降雪量も多く、モントリオールよりも80センチメートルほど多い286.5センチメートルで、ある。シェルブルック空港が、近隣のクックシャーイートンにあるが定期便路線はない。オルフォールエクスプレスモントリオールから、アメリカ合衆国のメイン州を経由して、 ハリファックス駅までを結ぶビア鉄道のアトランティック号が1994年まで走っていたが、それ以降は旅客鉄道は運行されていない。モントリオールまでの旅客鉄道の復活が検討されている。STS 市内バス。リモカーモントリオールまでを結ぶ高速バス。シェルブルック大学。ありがとうございます。